柴田昭雄は元、ホテルアソシア名古屋ターミナルホテルの代表取締役専務総支配人。ホテルアソシア名古屋ターミナルホテルは1974年11月28日から2010年9月30日までの36年間営業していた、東海旅客鉄道系列のホテル。名古屋駅に直結した、このホテルは、その利便性から創業以来、多くの人々に親しまれてきた。 バブル崩壊後は、駅前の再開発で、周辺には巨大ホテルが立ち並び、客足は遠のき、4期連続の赤字になるほど、経営悪化した。その負債総額は8億円にも上った。この責任で、ホテル幹部は、総辞職。そんな中で、人員削減に成功した柴田が総支配人の座を、任されることになった。カフェジンシアーヌなどのホテル内装デザインは、 世界的建築家と呼ばれたベントセベリンが担当した。2000年9月の集中豪雨で駅で帰宅できず、立ち往生している人々にロビーやレストランを開放し、避難所として提供した。その後、新聞記事で、真心ホテルナンバーワンと呼ばれた。2001年に経営は赤字脱却した。2007年9月、ホテルで飲食した客8名が、 食中毒の症状を訴えたため、一週間、営業停止となった。名古屋市では食中毒の患者の数が10名、以下場愛公表の義務はなかったが、マスコミに食中毒が起きたことを発表した。2010年9月30日付で、運営会社の名古屋ターミナルホテル株式会社は、解散した。2014年2月、ドキュメンタリー映画、日本一幸せな従業員を作る。 ホテルアソシア名古屋ターミナルの挑戦公開。その後、この映画は文部科学省を選定。2015年11月19日、富士テレビ奇跡体験。アンビリバボー倒産寸前ホテルが奇跡の復活日本一心温まるおもてなしでオンエア。同じ志を持った様々な業種の人たちが集まり、世の中をより良くするために共に活動をしている会。 家族の絆、社会の絆、会社の絆が失われつつある。この時代、自分たちにできることは何かを考え、活動を通して社会に働きかける。元、ホテルアソシア名古屋ターミナルの総支配人である、柴田昭夫が理事長を務める。理事長の講演会は、絆、ご縁、触れ合いの大切さを感じる内容で、参加者からは、最も企業が大切にしなくてはいけないこと。 また、人として、大切なことを学べると、講演の依頼が日を追うごとに増え、全国に広がっている。柴田昭雄講演活動2014年度は104回、開催柴田塾アソシア市とも関おもしろ学校一号、一生セミナードキュメンタリー映画、日本一幸せな従業員を作るホテルアソシア、名古屋ターミナルの挑戦自主、上映推進活動特別課外授業など、柴田昭雄著、 ホテル再生物語の販売、柴田明夫著、日本で一番心温まるホテルであった奇跡の物語の販売、柴田明夫著、日本で一番幸せな社員を作るの、販売講演会 DVD の販売画家、南正文氏の画集、振り返ってみれば、の販売。ドキュメンタリー映画、天から見れば、自主、上映推進活動シンガーソングライターアスカブログ、 ボンの販売アソシア氏ともかグッズの販売会員の交流会などドキュメンタリー映画日本一幸せな従業員を作るホテルアソシア名古屋ターミナルの挑戦は2014年2月公開このホテルが幕を閉じる瞬間に立ち会うまで撮影された受賞歴は文部科学省選定偶然にも映画上映会で岩崎康子たち撮影チーム全員が このホテルがなくなる10日前に来ていた。そこであった柴田の話に興味を持ったスタッフによって撮影した。最後の2日間も撮影して柴田にプレゼントするつもりだったが、こんなホテルがあることを多くの人に伝えたいという思いから彼と相談して3年を経て映画にした。名古屋駅前の老舗ホテルは4期連続の赤字を出していた。経営人の退陣。 新たな総支配人に選ばれたのは柴田明夫。長らく労働組合の役員を務めた柴田は再建に乗り出す。しかし実行した再建策はリストラでも成果主義導入でもなかった。従業員が参加して経営理念を作りみんなで合宿して夜を徹して夢を語り合い、夢は日本一幸せな従業員を作ること。従業員のお誕生日会。 従業員食堂のリニューアル、数々の試しみが始まる。キャッチコピーは、優しさ、絆、誠実さ、大切なことを大切にできた会社があった、h t a b h t t p w w w f u j i t v c o j p n b 1 5 1 1 9 1 h t m l h t t p 高テラス社名古屋、ありがとうございます。